揺らすなよ。絶対揺らすなよ。下を見るから怖いんだよ。目をつぶっちゃえば。Thank you.
船まで引っ張り出すのは運も必死だな。パージの生き残りを捜索中か。みんな逃げられたのかな。だといいが、ここを抜けても逃げ場はねえしな。たい、ファルシの近所に住んでただけでパルスに染まった害虫扱いだ。本当にパルスが憎いんだね。違うな、怖いんだ。数千万の国軍市民がみんなパルスを恐れてる。パルスの奴らを一人残らず始末しねえと夜も眠れねえってほどな。でもあの町の人をみんなパージなんて。ああ、おかしいな。なのに政府のファルシはパージを止めなかった。これまでは政府の人間が判断を間違った。ファルシエデンが修正したんだ。人間には愛想が尽きたから勝手に殺し合えってことかね。ルシは人間じゃないです。ちょっとあんた、呪われても生きてるよ。軍はこの一帯を包囲して生き残りを封じ込める気だ。包囲の輪が閉じる前に脱出する。乗れたら楽なんだが。